マリアは日本のお笑いコンビであるサンミュージックプロダクション所属。2009年4月26日、東京都杉並区の杉並区産業商工会館で行われたお笑い無法地帯において中谷小雪で出演。同年6月からはコンビ名をマリアに改名。結成当初はフリーで活動。2009年7月11日にはマリアと変保町長。 ミスアルプスの3組出演のプチタンドクライブ、エチュードを行った。2009年9月頃は、宇都宮八郎が名付け親になった、ビジンズというコンビ名でも活動。この時は、宇都宮八郎一番弟子とも名乗っていた。2009年9月27日には、スーパースターとのユニットライブ、顔面偏差値57を、東京、中野 V スタジオで行った。 2009年10月からサンミュージック所属となる。2009年の M-1 グランプリは中谷小雪のコンビ名で出場2回戦まで進出。R-1 グランプリ2010では2010年1月14日に2人とも大阪で出場2人とも2回戦進出。ー、e、ちゃんは R-1 では初の2回戦進出となった。2010年1月から 主催党クライブ、マリアの支給を行っている。2010年5月19日に初の単独ライブ、泥団子を行った。イ、e、ーちゃんが高須活字のモノマネをしている関係で、高須にマリアのスポンサーになってもらっている。2018年1月に漫才協会に入会。2020年度漫才新人対象本選進出、対象受賞。コントでは、 イーちゃんの撲突とした口調と、ユミミのやや大きい声の口調などを入れたセリフを交えて演じていたこともある。今度のネタには、歌のレッスン、バーゲン、海岸が舞台の設定のもの、バカ姉妹、フォークデュオをバックに流しながら、思いの丈を二人で叫ぶものなど。漫才では、ユミミがイーちゃんの口調に合わせるような形で演じたこともあり、また、ユミミがイーちゃんにネタの中で、 無茶ぶりをすることもある。い、e、いちゃんには、スターウォーズに出てきそうなある生物のモノマネという、持ちネタがある。中谷小雪として、出演を始めた時は、中谷美紀、小雪になりきるキャラクターで漫才を演じていた。ブリッジとして、ビエラにリンク、多いお茶というセリフを入れている。なお、このネタは、マリアのネタとして行い、定番ネタの一つともなっている。 R-1 グランプリ2010では、いいちゃんは一人で小雪に扮して、ネタを演じていた。ゆみみが、柴崎校のモノマネをレパートリーに入れてからは、柴崎のモノマネのゆみみと小雪のモノマネのいいちゃんの、コンビで出演することもある。中谷小雪、柴崎小雪のモノマネの時は、叩いて、被って、じゃんけんぽん、また、宴会芸として、マシュマロキャッチキャッチ。 ピンポン玉キャッチキャッチ、ヒゲダンスなどを演じるものがある。この他メンバーそれぞれの出演については、E、リャン出演経歴、ユミミ出演の各説を参照。AB 漫才協会ツイッター午後9時13分2020年11月14日、マリアの E ちゃんツイッター2018年1月2日、スポーツ日本 E、リャンインタビューより、小林ユミフェイスブック自己紹介。 元光ゴケ、小福亭茶孔とマリアユミミが結婚。お笑いなタたりー。2017年9月26日へ閲覧。ミスアルプス、マリア、変歩ョ々プチ単独エチュードから、後語り。大谷ブログ。2015年1月22日へ閲覧。コンビ名、美人図に改名しました。イーちゃん、オフィシャルブログ、大好き日本。2015年1月22日へ閲覧。 本日、顔面編差チ57。イーちゃん、オフィシャルブログ、大好き日本。2015年1月22日閲覧。マリアの死休。イーちゃん、オフィシャルブログ、大好き日本。2015年1月22日閲覧。マリア初単独ライブ、泥団子。サンミュージック。2015年1月22日閲覧。高須活次が、 コント初挑戦お笑いコンビのスポンサーに、週刊女性プレメイ、2016年10月6日、閲覧。外部リンク説掲載の、マリアプロフィール参照。インク、ナターシャ、ニャンコスター、は、マコ、テラコラ出場、漫才新人大賞本選。11月に、浅草東洋館で開催。お笑いナタリー。2020年10月14日、閲覧。 大いお茶ビエラにリンク。いいちゃん、オフィシャルブログ、大好き日本。2016年12月8日閲覧。マリアの中谷美希と、小雪モノマネ単独ライブ。ありがとうございます。